で、うん、楽しんでね、うん、それだけだよ、大丈夫だよ、はい、S1 図なんで僕はひなこか、オッケー、じゃあ会議さん、S ちゃん指名で大丈夫ですか、はい、VIP でお願いします、すみません、VIP 席が今埋まっておりまして、普通席しか空いてないんですけど、どうしよう、じゃあその分他のドリンクとか頼むんで、じゃあ普通で一旦お願いします、普通席で100万円請求させていただきますね、はい、はい、お願いします。とこにお座りください。あ、君君君、よく頑張ってるね、はい、ちょっと君チップだよ、いつも頑張ってるからね、はい、ありがとうございます、お疲れ様ね、これで美味しいもんでも食べてください、あ、ありがとうございます、あ、お客様、あ、あ、はいはいはい、アンコインの方はあの食べないように、あ、食べません食べません、気をつけます、でご注文の際にアンコイン渡していただくのでそれまでお待ちください、ありがとう、こちらを渡しいたします、あ、メニューも持ってます、あ、ああ、こちら違いましたね、おしぼりと、あ、おしぼり、絶対に触らないでナッツになっております、では、S さんお呼びいたしますので少々お待ちください、はい、ありがとうございます、はい、さっき VIP 座ったからがめっちゃ狭く感じるな、一回だけシャンパンタワー一応頼める、何ちょ一回ちょっとちゃんと計画ね、見ればよかったな、一発一応シャンパンタワー頼めるが、けどマジ金ないからな、シャンパンタワーだけどもうやったからな、すげえ使ってしまわないともったいないしな、え、いやお金が220万ぐらいなんだよね、S 着替えてないや、あれ着替えてる、お待たせいたしました、ごめん、うん、会決まった、いや全然待ってないよ、ごめん、まさかこんな早いと思わなくてびっくりしちゃった、ごめんね、すぐにね、嬉しくてお願いいたします、うん、了解です、はい、じゃあお隣失礼します、うん、座って温めといたから俺が押し入れ、本当ありがとう、うん、嬉しい、もう温めといたから、あ、ちょっと待ってねS ね、冷え性でしょね、え、冷えちゃうでしょ、うん、体冷え性ねえ、嬉しい、え、早速じゃあなんか頼む、あ、何頼もうかな、うん、そうだなそうだね、次はねちょっと飲んでみたいドリンク、なんかあるの、飲んでみたい気になるドリンク、アルマンドウェスカー頼んでみるか、とりあえず一旦、あ、なんか飲んでみたいね、アルマンドウェスカーどんな味なんだろう、アルマンドウェスカー一回頼もうか、一つだけ頼もう、うん、じゃあちょっとお願いします、うん、OK、分かった、待ってね、三角アルマンドウェスカーお願いします、これ何本、まあ一旦1本でいいんじゃないかな、1本か、そっか、さすがにね、うん、まあ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 、ね、まあまあまあ、うんうん、嬉しい、やっぱり会期はなんか、なんか知れば知るほどかっこよく感じちゃう、やっぱり会期のこと、そうでしょう、まあかっこいいからね
もうこの子のすぐさで調子乗っちゃうんだから。ごめんごめん。全くもう。あ、てかそうだ、さっきトークテーマガチャってやつ使ってなかったから、これ使ってみるか。使おうよ、使おう。うん、使ってみる、使ってみる。うん。ちなみに格好見てどうこれ。うん？いや、めっちゃセクシーだよ、S。たまんないよ、S。こう足のラインとかもうたまんないよ。でしょ、これ。これ、会期喜ぶかなって思って用意してたの。いや、すごいよ、S。マジで。お待たせいたしました。アルマンドウェスカー一つお願いします。はい、アルマンドウェスカー一つ。よいしょ。金額払ったわ。すいません。ん？ですね、今回 S さんの指名料で10万アンコインを S さんに、うん、お渡しして。ああ、そうか。ごめんなさい、はい、ごめんなさい。すいません。こちらお伝えし忘れましたので。ああ、どうしよう。これ S に渡せばいいかな。はい、そうね、お願いします。うん、ありがとうね。はい、失礼いたします。黒服くんもありがとう。ありがとう。うん、こんなんはした金だからね。全然。安いもんだよ。ありがとう。ありがとう、本当に。S、このトークテーマガチャってこれどうするの？これ使えばいいの？あ、そう、使ってみたらいいよ。そう、使ってみるね。うん。楽しみ。何が出るかな？どうなる？なんだこれ？うわ、すごい、何これ、すごい。出てきた。どんどん、あ、なんかコイン出てきた。1、10、100、1000万。あ、それはあのまた当たりだから一回渡してもう一回使える。あ、これなんか当たりなんだ。そう、もう一個渡すわ。とりあえず S あげるわ。そういう時はね、もう一回使って大丈夫。うん、もう一個渡して、じゃあもう一個、はい、あ、ありがとう。じゃあもう一回回してみます。うん、うおー、どう？また当たったわ。ちょっともう一個、まだ失礼いたします。うん、会議様すいません。どうした？ですね、さっきほどのアルマンドウェスカー代なんですけれども、うん、S さんに、あ、払った払った、 S にさ、払ったよ。払っていただきましたか？払いました払いました。すいません、何度も失礼いたします。いえいえ、大丈夫ですから。と、これまた当たったわ。5万コイン20枚渡したよね。うん、と、あ、待ってる、うん、待ってるって。間違いない、俺は頭いいんだから。え、会議が間違えるわけない。もう理系男子だからね、任せてや。さすが、やっぱりあれ東大なんでしょ。そうだよ。まあ一旦今ギャングやってるけど、まあ将来的にはね、東大理系なんでしょ。そうそう、東大理系だし、ちょっと IT 企業とかの、そう、東大理さんだから。かっこいい、関係、頭も良くて。え、東大理さんだったかな、違う、東大理4あたりかもしれん。4とか5とか、4とか5とかもいける。もうめちゃくちゃ頭いいとしかできないじゃん、それ。そう、 5もいけるけど、けど2もいけるみたいな。日本に2人しかいないらしいよ、それ。そうそう、2も、2と4と3一応全部取れてる。そこら辺は、そこら辺全部ね、 1から4まで一応コンプリートしてるから。それも5人ぐらいしかいない、それ。そう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 、なんかそんな感じなんだよね。まあまあ結構コンプリートはしてる。え、すごい、学歴中なんだね。あ、また出てきた、なんか出てきた。トークゼム44ってやつ出てきた。お、それ使ってみて。なんてある？使ってみるね。うん、何が出てきた、これ。何？使用したけど何も出てこないわ。そんなわけない。え？え、そう、もう一回、もう一回渡す、もう一回渡すね。あ、もう一回渡して、もう一回渡して。オッケーオッケー。これ何？これ。これ何？じゃあもう一回使ってみる。うん。取れちゃったか？ワンモアチャンス。ワンモアチャンスでできた。コイン？違うな、コインではない。使ったけど、あの、使用するんじゃなくて説明見たら。ああ、え、使用、え、使用じゃない、使用一回ガチャして出てきたやつの説明見るって感じ。ああ、なるほど、出てきてないわ。もう一回ちょっと S が見てみて。分かった、でもう一回行くよ、行くよ。今ね、いや、今出た、なんか出た。これを使っちゃったよ。これ一回 S が見てみて、これ何？ゼム16。お、16と17、今じゃあこの2個で、そうですよね。うん、どれだ？あ、来た！出た！どこからが浮気のライン？どこからが浮気のライン？うん、階級的にどこからが浮気だと思う？え、目合わせる。難しいな。まあ、目合わせるとかじゃない？てか、まあ、手つなぐはもう浮気じゃない？
え、でも僕とかだったら例えばだけどの家族とかと目合わせちゃうこともあるじゃん。いやそれは家族はいいんだけど、他の男にちょっと目を合わせた時に色目使ったらもう浮気かもね。色目はそれを全然許せないかも俺は。結構色目で見られちゃうんだけど、逆に結構歩いてるとかだけとかでも。誰そいつ。そういう目で見られちゃう。任せて、俺この町の一の古いギャングだから、古参ギャングだから。そっか、そうだよ、俺最古参ギャングだから俺に任せて。長いところだもんね。そうだよ、たくさん長いから。うちはモーズだからね。そうだよ、モーズだから任せて。お前そっか、そうだよ。じゃあ17、飼いたいおは飼ってるペット。飼いたいおは飼ってるペット。いや俺は飼ってないな。 S は飼ってないかな。飼うとしたら何がいいじゃん。飼うとしたらペット、うん、へえ、そうだな。まあだけど S だけでいいよ。もう回帰ったS だけで満足だから俺は。回帰、まあ、なんか頼む。 S 以上にいらないよ。なんか頼む頼む、うん、ちょっと見てみるか、うん、え、ちょっとね、これなんだろう、これ。うん、何何アン13世ってアン13世ってあるね。アン13世ってあるね。アン13世ってあるね、これ。ちょっと待ってね。なんだろうね、このアン13世って。え、だけど多分あんま美味しいもんじゃないよ、多分これ。でもこれ死ぬまでに見たいなって、いつか。でも今日は無理だろうけどさ、いつか。いつか。あ、いつか。ちょっと。頑張るから、俺。俺頑張るから、S 任せて。今日限りかもしれないんだよね、このキャバクラって。そうなの、うん、今日限りかもしれないのか。え、でも、どうなんないじゃん、なんだよ。いやいや、ごめんごめん、なんか気まずい感じになっちゃったね。何飲むか、なんか飲む。ちょっとね、ベアーリングとか。あー、ちょっと嫌だった。いやいや、いや、ベアーリングだけどこれね、あんま女性向きじゃないらしいよ。俺一回飲んだことあるわ、これ。これそこら辺の居酒屋で出てんだよね。これ居酒屋のね、これあれだから。あの、おっちゃんが飲んでるやつであんま美味しくない、これ、ベアリング。あんま、なんかね、あんま美味しくない、なんか。口触り良くないし、ちょっと、なんかね、なんか辛いし、なんか、辛いし苦いし、なんかちょっと、しょっぱいから、これあんま良くないよ。これ一旦さ、違うんじゃない、これ、メニューが。これ一旦、いやいや、いやね。いや美味しくないから、俺飲んだことわかるから言っとくけど、俺美味しくない。いや、ちゃうねん、S 待て、美味しくない、美味しくないんだって。ベアリング飲みたかった。寂しいな。ちょっと待って。ベアリング飲みたかった。いや待って、 S 待って。ちょっと S 待ってて。すいません。お客さんどうされましたか。ちょっとコイン変えたいんですけど、いけます？あ、追加で。あ、追加でいけますか？あ、はい、大丈夫ですよ。一旦ちょっと1億円分のコイン欲しくて。1億円ですか？あ、1億円一旦追加で。あ、わかりました。少々お待ちください。お席に、ね。うん、あ、わかりました。S？ S？ S？ ベアリングそんな飲みたかったの？待っててね。ちょっと今準備してるから。準備？ちょっと待ってて。え、そんな飲みたいんでしょ？実はね、さっき飲んだって言ったけど、うん、実は飲んだことない。だから初めて。そうなの？S、一緒に初めて分かち合おう。実習初めてだね、じゃあ。うん、そうだね。ちょっと、本当に大丈夫？いや、大丈夫？何言ってんだよ、S。でも会期お金ないって。いや、さっきね、うちのボスがなんか電話かけてきたよ。なんか俺が5億使ったって言ったら、なんか速攻電話切ってきたけど、泣いてんだよ。5億ぐらいね、はした金だよ。あんなもん S をナンバーワンにするためだったらはした金だよ。なんかボスはね、なんか怒り口調だったけど、そんなどうでもないから。え、任せて、大丈夫。何？え、今どうしたの？入ってる。え、入ってない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 。
入ってないよ。大丈夫だって。S 安心して。うちのボスすぐ怒るんだ。まったく困ったもんですよ。任せて任せて。いや、こう見えてもね、俺口うまいから。大丈夫、あの頭の上には見えてる？ん？何が？いや、見えてない、頭の上に。なん、大丈夫大丈夫。ちょっともう、まだある、うん。いや、見えてないけど。大丈夫よ。なんかなってんの？いや、頭の上にさ。うん。モズってちゃんと見えてる？ちょっと待ってね。ああ、大丈夫、見えて見えて見えて、大丈夫大丈夫大丈夫。 S 安心して、ビビりすぎビビりすぎ。 S 大丈夫大丈夫。もしもさ、悲しい思いした方が嫌だから。いや見てよ、これ山田のさ、このダッのとこにさ、めっちゃ口4つあるでしょ。これこれね、これ山田のこの田の田んぼのところ、これこれ田んぼに見えるけど、これ全部口だから、口がうまいっていう。そうそう、これ山田家はね、口がうまいんだよ。だからこのボスが怒ってても俺すぐに黙らせれるから、任せて。そのね、ちょろいから、別に任せて。バンダーマンちょろいから任せて。俺がちゃんと後で言っとくから、説明5億ぐらい。いや別に大したことないですよっつって。え、5億ぐらいね。そうそう、5億ぐらい、ちゃんと大したことないし、会期にとっての5億なんてね、そのね、そう、こう見えて、ね、そうそう、こう見えて、あと俺腕前もね、すごくて、大型ミッションとか、うん、うん、すごいんだから。会期にないとだって失敗したんでしょ、だって基本。いや、そうなんだよね。ちょっと聞いたよ、この間。あのいや、まあそうなんだよ。ちょっとね、ないとうまくいかないことだらけ。ちょっと俺が今頑張ってる感じではあるから。うん、本当に会期ってすごいなって思う。見て、なんか手つないでるみたいだね、今これ。手ぐらいいくらでもつなぐよ。ありがとうです。あれ、まだかな、遅いな、なんか来ないね。え、お金の人、あれは来た、うん、あ、ちょっともう一回行ってくるね、うん、すいません、1億円分厳しそうですか今。あ、大丈夫です、少々お待ちください。あ、わかりました、待ちます、はい、待ちます。大丈夫だよ、安心して。本当に大丈夫、うん、全然大丈夫。はい、幸せなら僕も嬉しいからさ。サッカーいいことばっか言ってくれるじゃん。だって会議のこと言えない、言えない。だって、俺どうなるかな。ちょっと一旦待っててね、ちょっと一旦行ってくるわ、ちょっとシュッと。ホテ、あれあれ、 S は歪んでるわ。あ、な、あ、あ、あ、S、あれ？俺さっきまで普通のいつもの服装に見えてたんだけど。え？ちょっとシュッて変わった瞬間、服変わってる。そう、バニーだよ。あ、バニー、あ、S ちゃんとバニーにしてくれてたんだ。ごめん、俺歪んでたわ。ずっとさっきと同じ服装に見えてた。そんな歪みあるの？そう、歪んでたわ。S。よかった。あとで一緒にチェキ取ろうか。チェキも頼もうじゃん。うん、チェキも頼もうか。飲み物チェキもらった？いやね、あの、まだちょっと時間かかるみたいで、チップがね。アルマンドウェスカももらってないから多分。すいません、カギさん、お待たせいたしました。あ、うん、ありがとう。お待たせしました、ね。黒福さん、ありがとう。はい、ね。来ましたかね、これで。うん、あ、ありがとう。で、請求させていただきますね。はい。1,10,100,1,000,100万って。ね、うん、あ、来てないですかね。あ、請求、あ、請求来た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 。あとね、ちょっと頼みたいものがあって。はい。ね、なんだったっけ、 S なんだったっけ、アルフォートウイスキーだっけ。あ、それはさっき言ったもらってる。あ、まだ、今からアルフォートウイスキー一つ、アルフォートウイスキーを一つ、一つと、あとツーショットチェキを、アルフォート、ツーショットチェキを一つ、チェキですね。あとおこんナッツを10個ぐらいで。おこんナッツを10個。はい。はい、わかりました。少々お待ちください。20、30。うん。30、130万かな。正解。さ、頭いいね。さすがだよ。がいっぱい
買ってくれるかな。今 S 試したんだよ、計算できるかなって。ほんと？さすが、さすが S だよ。そう、初めて見たこのコイン。俺も初めて見た。130万、130万、安いね。この店安いね、リーズナブルな値段だね。驚くわ、こんな安い店、ねね、そう、なかなかないね。ありがとう。いや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 、俺なんていらないよ。 S をナンバーワンにするためだから。大金のおかげでもうちょっと頑張ろうかなって思えた。頑張って、うん、ありがとう。じゃあ写真撮ろう、大金、うんうん、ああそっか、ツーショットチェックね。うん、どうしよう、クロックさんに。どうしようか、チェキの方では私の方を撮らせていただきましょう。あ、お願いします。10万コインの方は S ちゃんもらっていますか。うん、もらった。うん、かしこまりました。では撮影させていただきます。次このポーズどうかな。あれ、これさっきやったか。あ、でもまあまあ、でもあれじゃない。いやいや、まあ、違うよ、違うのがいいんだよ。これとかどうかな、うん、ちょっと見えちゃってるよ。いや、ごめんごめん、恥ずかしいよね。これでいいかな。会期がいいなら、うん、はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ではお二人ともお携帯の方を取り出します。ごめんね、 S 恥ずかしいポーズしちゃって。全然いいよ、カイキが喜んでくれるなら。こちらになります。 S かわいい。どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、なんかいっぱい思い出作れてよかったなって思って。てか、さっきから見てるけど S 丁寧だね。ちゃんとキャストの人にありがとうございますっていうの。それぐらいでも当たり前だよ。いいことしてくれた人にありがとうって伝えるのはさ。そういうとこマジで好きだわ。ちょっとチップ払ってくるわ。時間の方がちょうど5分ですが、何か届いてない商品ご注文の追加とはございますでしょうか。さっきのウイスキー来てないのと、おこんなつが10個来てない。あ、今アルフォートウイスキーとあれか、おこんなつお願いします。アルマンドウイスキーか。あ、そう、あ、アルマンド、アルマンドウイスキー、アルフォートウイスキー、うん、あ、アルマンドは来た。あ、違う、アルフォートウイスキーだ。アルフォートウイスキー1つ。かしこまりました。アルフォートウイスキーの方、はい、アルフォートウイスキーは個数は一つでよろしいですか。はい、一つで。あれ、これ生きてるか、うん、あ、これそうか。あとはタバコでしたか。おこんなつが10個。おこんなつ、失礼いたしました。おこんなつ10個じゃになります。2つ合わせて20万コインとなる。あ、もうお支払いは済んでます。かしこまりました、うん、こちらおこんなつ10個になります。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、君ちょっといつも頑張ってるね、ほんと。いつも頑張ってるでしょ。まあ、これで美味しいもん飲みなよ。これだから僕に。いや、これか、美味しいもん食べてください。これみんなで美味しいもん食べてください。ありがとうございます。いやいや、そんな大したもんじゃないですけど、ありがとうございます。お客様、あと時間がもう5分前となっておりますので、はい、それも説明したよ。すいません、失礼いたします。今日まだ、あ、そうなんだね。そうだよ、初めてだもんね。いや、みんなだけ頑張ってよね。この後だけきっと打ち上げとかあるからね、楽しんでおいでよ。です。いや、でもさすがに、そんなことしたら会期の浮気になっちゃう。そうだよ、楽しんでもいいけど、目を合わせないでね、男、この男と。絶対に。ありがとうございました。当たり前じゃない。打ち上げ行くのはいいけど、全然ダメだから目とか合わさないでね。会期しか見てないよ。さすがです。言うまでもないか。はい。あ、チェキ取った、チェキ取りました、取りました、取りました。あの、大丈夫ですか。リラックスして、リラックス。初めてのアルバイトって。あ、いや、黒服の人もだけ大変そうだね。うん、大変だからね。大変そうだ。うん、いやー、よかった、本当に。そっか。ナンバーワンなれそう、今日で。もう別れ、もう行っちゃうの、これ終わったら。もう来ないの。そうだね、ちょっと一旦ボスとちょっとお話ありそうだしね。一旦お話ありそうだから、ちょっと行ってくるよ。まだ、あね、大したことないから、大したことないよ。S、安心して。カイキ？ん？もう一着あったのにな。え？もう一着あったの？うん。でも、ボスとの話の方が大事だから。いや、だけど S、安心してすぐ終わらせて、また来れたら行くから。本当？来れなかったら、刺して。S 安心してたけど、ちゃんと話してくるから。まあ、ね、ボスなんてちょろいからね。大丈夫だよ、任せてよ。会期のね、口車にかかればね、ボスなんてちょろいでしょ。そう、山田会期だからね。うん、
この町一のギャングだよ俺は。何言ってんの。泣く子も黙る山田海輝だからね。山田海輝が一番怖いんだからね。そうだよ。うん。帰ってくるよね。ちょっと待って。帰ってくる。僕信じてるから海輝が帰ってくるって。ちょっとエース受付見て。あ、大丈夫大丈夫。ちょっと一回ここで服着替えることって可能かな、S。ちょ、黒服の人にちょっと壁になってもらうことできるからちょっと頼んでくれる。か壁になってもらって。なってるから大丈夫。なん聞かれるか。大事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 。早く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 。名前消し名前名前ユニフォーム消した。やばい。全部消せ。いやお客様すみません、そのような行為はセフハラに該当しますので。違うんです。あ、違う。申し訳ございません。違うものに着替え。嫌がるような行為はこのお店の中では理解をお願いします。ちょっと他のものに着替えるね。ごめんね、うん。ちょっとさすがに裸はまだちょっと。裸はまずかったか。うん、裸は怖いかも。すいません。ん？どうしました？お着替えの方。ちょうん、S 大丈夫だよ。すみません、お客様、お時間となりましたのでご退店お願いし、あ、わかりました。 S ありがとう、また来るから。まあ、ババッと話済ませて終わらせてくるわ。ん、どうしたの。声変えといて。こんにちは、ありがとうね。三角テーブルご退店します。私はね、残りはフリーで、フリーで結構でございます。お客様ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。S 大丈夫、もうここまで逃げたら大丈夫だよ。余裕余裕。またね、また来るね S。 うん、待ってる。ありがとう S。 察しないからね。うん、僕は諦めが悪い女だから、S、来るの待ってるよ。ずっと待っててね S。 来れなかったら察してね。またね。またね。マジ危な。死んだかと思った。一瞬マジ生きた心地しなかった。奥にバンダボスいたの見て、あ、終わったって思った、マジで。